四国内の高速道路網及び本市河橋を含む県境をまたぐ大規模河橋。赤星及び赤丸は人口上1住都市四国は日本列島を構成する島の一つである。北海道、本州、九州と共に主要四島の一つでもあり、この中では最も小さい。最高標高は石槌山の1982メートルで福井、石川、 岐阜県境の両白山地三の峰遺勢の西日本では最も高い。面積は18,297.78平方キロメートルで、世界の島の中ではブラジルのバナナル島に次ぐ第50位の大きさである。四国とその付随する島を合わせて四国地方という。これら付随する島を含めないことを強調したい場合、四国本土あるいは四国島と呼ぶこともある。 四国には徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4つの地方公共団体があり、4県の総人口は約372万人であり、概ね横浜市の人口に相当する。四国の古代の古称は伊予の2名島、伊予2名市である。四国地方を構成する4県の中で、徳島県、香川県、愛媛県は、島内交流と合わせて、 本州四国連絡協もあり、本州との交流も盛んである。西南部のく四国全域は、近畿地方の影響力を文化的に強く受けているが、東部の徳島県は、政治、経済においても影響が顕著である。北東部の香川県は、文化、経済の両面で、岡山県とのつながりも深いが、高松自動車道と神戸淡路鳴門自動車道の開通以降は、 徳島県同様近畿地方との交流もより活発になっている。西部の愛媛県は広島県や九州の大分県との交流が見られる。一方で高知県は陸路が険しく船での往来が発達した関係上、古くから上方、京都、近世は江戸からの影響も強く、政治、文化的な中央への意識が高いとも言われている。 近年は高速道路網の発達により、四国内志向が強まっている。空海が開いた四国巡礼、八十八箇所は、お変土山で有名。日本の主要四島の中で唯一精霊指定都市が、実在しない。神々による日本の創造の過程を記した、古事記の国海神話では、四国は、淡路島に続き、日本列島で二番目に創造された島であるという。古事記には、 伊予の二名島と記されている。また、日本初期では、四国を、伊予二名スと表記している。よって、古代においては、伊予の二名島、伊予二名スまたは単に、伊予島、伊予巣、二名島、二名スなどと呼ばれた。近世以降は、五木七道の南海道のうち、紀の国と淡路国を除いた、淡国、佐抜国、伊予国、 と鎖国の四つの両政国が存在したことから四国と呼ばれた。歴史書ではないが、16世紀の戦国時代を描いた軍記物語として知られる陰徳太平記出版所に三陰三陽四国九州の記載があり、このような近世の書物において明確に四国という名称を見出すことができる。国際宇宙ステーションから見た中国地方と四国約1900万年前の 日本列島の誕生に伴い四国の前身が誕生した。瀬戸内海を挟んで近畿地方、山陽地方、九州に三方を囲まれた位置にある。島の中部には各県を分断するような形で四国山地や佐抜山脈の山々がそびえており、この地形が近年まで各地域間の交流を困難にしていた。 中央構造線が吉野川北岸から佐田岬崎半島にかけて東西に貫いている。構造線以北の内帯にあたる地方では中性層、古性層とこれを貫く火星岩が分布している。構造線以南の外帯にあたる地方では北側から南側にかけて中性層、古性層が形成された順に配列している。日本の島の中では九州に次ぐ第4位。 世界の島の中では、ブラジルのバナナル島に次ぐ、第50位の面積を持つ。最高標高は、石槌山の天狗岳の1982メートル。四国の主要地形西日本最高峰石槌山四国、最南端足摺岬三崎鳴の渦潮島ント川。四国は、地質学的には、北から主に三波川帯、秩父帯、島んと層がほぼ東西に分布し、 その間を中央構造線、鬼鉾構造線、仏像構造線が走っている。四国地方は晴れの多い気候であり、全国の年間晴天日数ランキングでは4位県がトップ4を独占している。気候は四国山地を境に異なる。徳島県の吉野川流域以北、香川県全域、愛媛県東予地方、中予地方の瀬戸内海に面した北側は、 瀬戸内海式気候に属する温暖症雨が気候であり、台風等の直撃も比較的少ない。そのため、オリーブやミカンの栽培が盛んである。その反面、大規模な河川は太平洋や紀伊水道に流れ込む形となっているため、水資源に恵まれず、過去幾度かの渇水に見舞われてきた。このため、万能池をはじめとするため池が多数作られている。 その中でも特に、香川県は古来から水不足に悩まされ続けており、活水対策として吉野川の水を送水するための香川用水が建設されている。冬から春にかけて、中国大陸から流入する黄砂がしばしば観測される。冬は小雨や小雪の降る日もあるが、基本的に晴天が多い。平野部では大雪になることは、ほとんどないが、山間部では、 気温が低く冬は、積雪も多い。なお、太平洋高気圧に覆われる夏季には、瀬戸内海沿岸特有の薙や、なぎや四国山地湖への平塩現象に伴う気流の影響で、猛暑日や熱帯夜になる日も少なくない。徳島県のほとんどの地域や、愛媛県南予地方、高知県全域の太平洋に面した南側は、太平洋側気候に属している。 太平洋沖合を流れる黒潮の影響を受けて、冬でも温暖で一部で無双地帯が存在する。春の訪れが早く本土で最初の桜の開花宣言が高知市または宇和島市となることも少なくない。そのため特に高知県では促成栽培が盛んであったり、プロ野球チームのキャンプ地になったりと温暖な気候を生かした産業や行事が発達している。 年間降水量が多いことから、林業も盛んであるが、一方で、高知県の室戸岬と足摺岬では、台風が来襲しやすいことから、台風、銀座と呼ばれている。このため、室戸台風などの大型台風が直撃し、洪水などの被害を受けている。なお、室戸台風では、室戸岬上陸時の中心気圧は911.6ヘクトパスカルで、あり、 日本本土に上陸した台風の中で観測史上、最も上陸時の中心気圧が低い台風だった。これは、同位度の台風における中心気圧の最低記録から開始されたため、この記録は参考記録扱いとして、未だに破られていない。また、愛媛県南予地方及び高知県畑地方では、冬は関門海峡からの季節風の影響で曇りや雨、雪の日が、 他の太平洋側の地域に比べると多くなっている。四国の覇者、長祖壁元地下四国は、紀内から南西側に位置しており、回路で移動するために五気七道では、南紀や淡路島と一緒に南海道に含まれていた。近畿、九州航路の要所であった四国の西北部に位置する伊予国の道後温泉などは、除明天皇や西明天皇の入浴記録があるほか 山部赤人、ぬかた農王の来翼記録もあるなど、古くから栄えていたと思われる。兵士が都を地した際、安徳天皇を擁して、八島を一時的な本拠地としたため、この地で、原平両軍が争った。室町時代は、細川氏が、佐ぬ阿波、土佐の三国を、河野氏が異をそれぞれ守護した。戦国時代の四国の大名としては、三氏を拠点とし阿国から、 山城国にわたる八国を支配権に収めた三好、長慶、土佐の小京都とも呼ばれている中村を拠点とした土佐一条氏、伊予国道後の誘築城を本拠とした水軍を有する河野氏、佐抜の香川氏、土佐国の四国の覇者である長祖壁元地下などが巧業であるが、長い騒乱の末に収束に向かい、一時は長祖壁氏が四国を統一したものの、やがて、 豊臣秀吉により平定された。土佐の大名であった長宗壁森地親は関ヶ原の戦いで西軍につき改役された。高知城江戸時代になると、それまで四国各地を治めていた戦国大名は四国から駆逐され、幕府徳川氏の新任厚い諸将がこの地に封じられることになった。はじめ、佐抜に、生駒市、阿波に、八須賀市、土佐を、 山内氏と一国一円支配を許したが、後に、生駒氏が騒動を起こして解役されるとさぬきはに、分割統治された。伊予は、初めから正大名が配置され、一国統治は、されなかった。なお、瀬戸内海の小戸島と、四枠諸島は、天領として、倉敷大官所の支配下に置かれた。四国の代表的な藩には、阿波国と阿波地国を、 稲田市の地行地とする八塚市の徳島藩、水戸徳川家の分家の高松藩、山内市が治める土佐藩、加藤市や九州松平家などがした大予松山藩、仙台伊達市の分家が治める宇和島藩などであった。幕末維新において、土佐藩が終始政局に関わり続け、土佐藩出身の坂本龍馬らの仲介で、薩長同盟がなった。 母親戦争において元佐藩は官軍として各地を転戦志向を挙げた。明治期の自由民権運動も元佐藩市、板垣大輔らが中心として起こった。それ以前に金郊会議が土佐藩から提唱され、四国をまとめ上げる力となったが、わずか数年で解散を命ぜられた。愛媛県から正岡式なる文豪が輩出され、明治文化に貢献した。歴史的には、 全県が機内とのつながりの強い地域であったが、陸路交流の活発化と、海路交流の衰退により、徳島県は、近畿地方と、香川県は、岡山県と、愛媛県は、広島県との経済活動も多くなっている。特に、徳島県沿岸部は、日常的に、京阪神との経済交流が盛んであり、影響が大きい。太平洋に面子三方を山に囲まれる。 高知県は特に対外的経済交流が活発な地域はなかった。近年は高速道路網の整備により、島内での交流が高知県を含め各県を大幅に増加し、2010年現在では本州ではなく島内での経済的交流が最も盛んとなっている。2017年の四国4県の域内総生産は名目で14兆5820億5000万円であり、 全国の総生産に占める経済規模は2.60%だった。これを他の都道府県と比べると茨城県より大きく静岡県より小さい。また、一人当たり県民所得は4県すべてにおいて日本の一人当たり県民所得を下回っていた。四国瀬戸内海側は太平洋ベルト地帯に位置しており、境出市、丸亀市、四国中央市、新居浜市、 西条市、今治市及び松山市などを中心に瀬戸内工業地域が形成されている。徳島市と西条市は新産業都市建設促進法に基づいて指定される新産業都市であった。製造品出荷額等順位、人口、割合は平成27年国勢調査による。年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口総計。 単位1000人、年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口男女別、単位1000人2010年国勢調査時の四国における自治体は95市町村であるが、そのうち2005年国勢調査と比べ人口が増加したのは8市町のみでそれ以外の87市町村はすべて減少している。そのため、四国全体は元より、 県単位でも四県すべてで減少となっている。県別に見ると、最も減少率が高いのは、高知県の四点零零パーセントで、以下、徳島県三点零二パーセント、愛媛県二点四七パーセント、香川県一点六四パーセントと続く。逆に、増加した自治体は、香川県の三市町、徳島県の三町、愛媛県及び、高知県のそれぞれ一市である。 県庁所在地別では増加したのが、高松市と松山市のみで、北四国と南四国で明暗が分かれる形になったが、徳島県の増加山頂はいずれも徳島市に隣接したベッドタウンである。県庁所在地以外では、徳島県の上記山頂のほか、香川県第二の都市である丸亀市とそこに隣接する綾や田郡宇多津町、高知県江南市で人口が増加した。 愛媛県では県庁所在地である松山市以外で人口が増加した市町村は存在しなかった。最も減少率が高い高知県と佐群大川村は唯一の20%超えとなっているほか上位6位までがすべて高知県の自治体となっている。その他の減少率が高い自治体には概ね南四国の太平洋沿岸や中央部の四国山地に位置する自治体が多い。 四国には突出して大きな都市がなく、地形的制約から各県に独立した都市圏が存在する。また、古くから海上交通が盛んであったため、各地ともに対岸との交流も盛んである。四国地方を便宜的に二つの地域に分ける場合がある。どの出発地からも、対四国内への流動が最も多く、全体の流動数に占める割合は最低でも50%。 最高で95%を占めている。四国うちの県庁所在地別では、特に高松市が位置する香川東部が目的地としてすべてで首位となっているほか、四国外との流動では、徳島が、神戸、香川東部が、岡山県南、松山及び高知が、東京23区が最も多くなっている。べての出発地別からは五位以内に、香川東部、高知中央、 6位以内に、香川西部、8位以内に、新浜、11位以内に、松山、12位以内に、東京23区、大阪、岡山県南、14位以内に、徳島を四国うちすべての出発地が、目的地としている。かつては、徳島は、近畿を向き、高松は、岡山を向き、松山は、広島を向き、そして、高知は、 太平洋を向いていると言われ、四国は一つ一つなどと不死されることもあった。しかし、20世紀末から高速道路網の整備によって4国内の相互交流が深まり、21世紀初頭にはそれまで盛んだった本州の都市を凌駕するに至った。1990年時点での状況は、徳島、高松、松山とも四国外との交流人口の方が多く、高知のみ、 四国内との交流の方が多かったが、流動数自体が非常に少なかった。四国外とのつながりでは、徳島が京阪神、香川東部が岡山県南、松山が広島、大阪、八幡浜が多いたといった地域と強く、特に香川東部と岡山県南との流動数は他に突出して多かった。1 9九十年と二千十年の変化では、 四国全域で四国内の相互交流が非常に活発になったこと、目的地としての流動が香川東部に集中することにより、同地域が交流の中心としての性格を強めたことが挙げられる。また大きな変化として、香川東部における徳島と岡山県南の関係性が逆転し、さらにその数も1990年の岡山県南よりも2010年の徳島の方が多く、 圧倒的な差がついている。2005年全交通機関の生活圏別年間流動先の順位1990年全交通機関の生活圏別年間流動先の順位このほかにも高速道路の最大施行先は四国各県とも高松であり四国地方では高松を中心とした相互交流が根付いている。このように地域ブロックの代表的な都市に 人の流れが集中し、中心性を高める傾向は、年々顕著になっている。四国島内の交流に関して、高速道路の X ハイウェイ介護は、四国アイランドリーグの発足などによって、より一体感を強める傾向にあり、各県それぞれの歴史や役割を生かした連携を深める段階に入っている。今後、四国4県が一つの地域として一体となった文化、 経済活動や観光誘致が進んでいくと予想されている。都市雇用圏による都市圏は以下の通り。2010年国勢調査基準高松都市圏、人口81万6191人、面積1360.12桂平方メートル、人口密度600人、桂平方メートル。松山都市圏、人口62万9188人。 面積957.14桂平方メートル、人口密度657人、桂平方メートル。徳島都市圏人口56万9666人、面積2159.94桂平方メートル、人口密度264人、桂平方メートル。高知都市圏人口50万2263人、 面積 1918.69km、人口密度262人、平平方メートル。新居浜都市圏、人口219,212人、面積744.48平平方メートル、人口密度294人、平平方メートル。今治都市圏、人口149,996人、 面積4 1 9 1 4 k トル、人口密度358人、経平方メートル。宇和島都市圏、人口82,778人、面積8 0 8 5 2 k トル、人口密度102人、K 平方メートル。四国中央都市圏、人口82,019人。 面積4 2 1 2 4ートル、人口密度195人、平平方メートル。四万戸都,都市圏、人口66,945人、面積1 2 9 5 3 9ートル、人口密度51.7人、平平方メートル。八幡浜都市圏、人口39,740人。 面積2 2 6 6 6トル、人口密度175人、経平方メートル。国勢調査において、総務省統計局の定義する都市圏としては、松山都市圏が四国で唯一掲載されている。その他、東瀬戸経済圏などがある。2000年調査から2005年調査では、各都市圏の枠組みが変化する事例が見られた。 具体的には、平成の大合併によって、郊外自治体が中心市に編入されたり、丸亀都市圏のように、モータリゼーションの浸透による他都市の郊外化で、都市圏自体が消滅したり、逆に、最上都市圏のように既存の都市圏から離脱して、新たな都市圏を形成する自治体も見られた。四国には飛び抜けて、大きな都市はないが、四つの県庁所在地に人口がある。 程度集中し、各県におけるプライメート式となっている。その他は中規模な都市であり、人口10万人を超える市でさえ長らく、新居浜市と今治市の2都市しかなかった。平成の大合併の結果、松山市が50万人、高松市が40万人の大台に乗り、新たに、西条市と丸亀市が10万人を超え、今治市も17万人に増大した。しかし、人口動態は、 松山市と高松市と丸亀市が横ばいであるものの、その他の都市は大きく減少してしまっている。上記以外の県庁所在地各県の表示順は以下のように様々な表示順が存在する。高松市と松山市の間では、以前から四国の中心都市という座をめぐって論争が繰り返されているが、特に近年は、同州性に伴う州都の誘致に関連した論争が激化している。 以下の都市がそれぞれ中心とされ、競合している。四国の中央四国の玄関、本州四国連絡強合団の交通量のページ、四国最大の都市四国は、古くから、機内から地理的には、比較的近距離に位置しながら、船での移動を余儀なくされていた。かつては、大阪府の深火から船で淡路島の洲本市へ渡り、淡路鉄道などを利用して、洲本から蔵まで、 淡路島内を移動、福良から船やフェリーで、ナルトへ渡るというのが最も一般的なルートであった。これに関連して、淡路島の名の由来の一説に、淡へ行く、道の意味で、淡路島だとする説もある。島民が本州と往来する場合は、瀬戸内海に佳境されるまで、船舶を用いるのが常であった。海が本州との往来を不便にしていた一方で、陸においてはこの島の地形が、 島内の往来を阻んだ。四国を横断するように四国山地が走っており、長大トンネルの土木技術が確立するまで、鉄道や道路の整備は困難を極めた。鉄道交通は当初本州の山陽本線に連絡する形で、伊予鉄道や佐抜鉄道などが建設され、その後各県ごとに、土佐電気鉄道や徳島鉄道などの路線が整備されてゆき、 各県の県庁所在地がお互いに鉄道で移動できるようになったのは昭和初期になった頃である。20世紀に入って鉄道が整備されるにつれ、四国内本州双方に対する交通支弁制から高松市に企業の四国支店等が置かれた。20世紀末頃からは四国内の高速道路網の急速な進展や三本の本州四国連絡橋がかけられたこともあって、 モータリゼーションが進行し、長距離移動手段の中心が、それまでの鉄道から自家用車や高速バスへ変化した。このことにより、京阪神、淡路島に近い鳴門市が、再び交通の要所となりつつある。一方で、フェリーは高速バスに客を取られたために21世紀に入ってからは、縮小や廃止が相次いだ。都道府県別の軽自動車保有比率なお、四国4県の、 全自動車に対する軽自動車の保有シェアは51.0%と地方別では唯一半数を超えている。軽自動車は普通車と比べて安価な料金設定になっており、おおむね普通車よりも燃費も良いため、四国ではマイカーイートが交通手段として定着している。全国平均と比較した四国全体の傾向として、 公共交通機関の割合が極端に低く、相対的に人力系と自家用車系の占める割合が高くなっている。徳島市はその傾向が最も顕著で、高知市は四国の平均値に近似している。松山市は人力系の割合が比較的高く、公共交通機関の割合も平均よりは高いほか、自家用車系に関してはオートバイの割合が突出して高い一方で、 自家用車割合の低さがそれを相殺しているため、結果自家用車系の割合が4県中最も低くなっている。特徴的なのが、高松市で自家用車系の割合は、四国各地と同様に高いばかりか、最高値を示している一方、四国全体の傾向とは逆に、公共交通機関の割合も高いばかりかこれも、最高値を示し、 人力系割合の低さを吸収する結果となっている。また、高松市の公共交通機関の割合は鉄道に大きく偏っており、バス及びタクシーの割合は最低となっている。松山岡山、高松を結ぶ予算線の特急潮風、石槌土産線高知駅のドームに覆われたホーム JR 四国は高松と松山、高知、 徳島の都市間を結ぶ各線と岡山を結ぶ瀬戸大橋線をメインルートとする。電化区間は予算線の高松松山伊予市と瀬戸大橋線、土産線の多土津琴平。複線区間は予算線の高松多土津と瀬戸大橋線の一部のみである。日本の主要4島の中で唯一新幹線が走行していない。国鉄時代、比較的早期に無縁化し、 自動信号化が推進されたが、その後は設備や施設の改善が後回しにされ、国鉄末期まで四国島内の国鉄線に電化区間が存在しなかった。2006年現在でも、香川県と愛媛県を結ぶ予算線の一部など、積極的に電化、高速加速進した区間を除いて、島内のほとんどの JR 線は未だ電化されていない。また、 電化区間の一部のトンネルでは、車複制限のため、本州規格の車両が使えず、本州線との直通運転に不都合が生じていたり、単線区間が多いにもかかわらず、過度の輸送量増加によって生じたダイヤの過密傾向の弊害で、多くの対比線に常に交換や優等待ちの列車を対比させており、これ以上のダイヤの過密化に拍車をかける高速化は好ましくないなど、 解決しなければならない難問が山積していた。民営化後、各都市間の路線は順次高速化されたが、山がちな地形による線形の悪さと、単線のために増発ができないことなどから、年々整備の進む高速道路網を利用した高速バスに対抗できなくなりつつある。また、もともと海運が盛んな上に、鉄道の本市連絡が一経路であるのに対し、 道路は3経路あり、観光ルートが分散されたこともあり、各交通機関との競争は非常に激しい。抜本的な高速化として四国新幹線計画があり、2011年以降、基礎調査の結果を受けて、整備計画への格上げを求める誘致活動が活発化している。早ければ年にリニア中央新幹線の新大阪駅延伸が実現し、 三大都市圏が一体化したスーパーメガリージョンの形成が見込まれる。四国新幹線整備促進規制会では、これに合わせて2037年の四国新幹線開業を目指している。香川、愛媛、高知の各県にある私鉄各線は県との近郊輸送を担っている。四国発の鉄道路線である伊予鉄道高浜線を走る610系電車伊予。 鉄道市内線を走る2100系、電車5000系電車高松琴平電気鉄道の本線角である、琴平線を走る1100系電車と左電気、鉄道桟橋線、張間や橋付近を走る735系電車台、鳴門橋、瀬戸大橋来島海峡大橋,大橋岡村大橋本州、四国連絡橋として、鳴門市神戸市。 境出市倉敷市、今治市、尾道市の3本のルートがある。このうち、瀬戸大橋が鉄道と高速道路の併用橋であり、大なる橋は将来的に併用できる設計になっている。その他は道路専用橋である。また、瀬戸内、島並海道には歩行者、自転車、原動機付き自転車の専用道路も併設されている。当初は最初に完成し、 向こう連絡線があったことなどから、瀬戸大橋が本市間の帰還ルートとして位置づけられていたが、その後は前線完成した神戸ナルトルートに、本州、四国間の流動が移動しつつある。これは、日本の主要な大都市圏のほとんどが四国以東の地域に位置しており、大都市圏の一つである京阪神に、神戸淡路鳴門自動車道が最短距離で直結していることが大きな要因として挙げられる。 なお、上記3ルート以外に、本主間の県境断面を持つ道路として、広島、愛媛県境をまたぐ岡村大橋が存在する。これは、広島県の離島加橋事業である、秋灘諸島連絡架橋の一部であり、本州へは接続されているものの、四国本土へは接続されていない。ただし、本州と四国地方を接続していることには違いないため、浦島並海道や、 第四の本市架橋ルートと冗談交じりに呼ばれることがある。高速道路四国は国内で高速道路の整備が特に遅れた地方であった。四国で最初に高速道路が計画されたのは徳島自動車道であり、最初の開通は1985年松山自動車道の三島川野や IC どイ,インターチェンジ間である。その1986年度末における 高速道路整備率は全国が34%であったのに対し、四国は2%と非常に低い水準であった。以後、急速に整備が進んだ結果、2000年には四国4、県庁所在地が高速道路で結ばれる X ハイウェイが完成。2002年度末には整備率が66%に達し、ついに全国水準の63%を上回った。 現在は、松山自動車道の南予方面への延伸、高知自動車道の高知県西部方面への延伸、四国横断自動車道の徳島県南部方面への延伸、その他高速道路空白地帯解消のため阿南秋、自動車道や高知松山自動車道等の建設工事が順次進められており、四国八のアザネットワークを目指している。高速道路網の整備は、 モータリゼーションの進行と相まって、それまで沈黙状態であった4国内の相互交流を活発化させる結果となった。1990年時点における高松市と松山市を出発地とする最大流動先はそれぞれ四国外の都市であったが、1995年以降は四国内の都市に変わり、同様に徳島市と高知市も全体の流動数そのものが、 四国内に向けて増加している。当初はこれら高速道路網充実の副作用として、ストロー効果による大阪都市圏への経済流出の可能性が指摘され、実際に大阪県へ直通する神戸淡路鳴門自動車道が開通した徳島県では、同県への高速バスの利用が伸び、2008年2月時点で1日300便が運行されるなどしている。しかし、 この現象は、フェリーと2002年に廃止された徳島飛行場、伊丹便利用者が高速バスへ移行した結果であり、大阪県への流動数全体は横ばいか、年々減少し、逆に、香川県への流動が年々増加している。これと同じ懸念は、高松道板のインターチェンジ高松中央 IC、開通した当時の香川県でも指摘され、実際に高速バスの神戸、 大阪便が需要を高めているが、大阪県への流動自体は横ばいであり、1990年まで圧倒的多数であった岡山県への流動が激減し、徳島県への流動が激増して、それを上回っている。同時に発生している現象として、四国全体の人の流れが高松市へ集中し始めており、その中心性を年々高める傾向にある。 その理由としてはやはり高速道路網の充実とモータリゼーションの進行が挙げられ、例えば1990年の徳島における最大試行先は京阪神であったものが、1999年調査時には高松へと変化した。一般国道徳島、松山、高松、高知の4県庁所在地を結ぶ国道11号、国道32号、国道33号、 国道55号、国道56号などが道路網の中核をなす。また、国道28号、国道30号、国道317号が本州四国連絡橋を通じて、本州と国道197号が国道94フェリーを通じて、九州との間を結んでいる。山地を通る路線には、未整備のものが多く、国道193号、 国道439号などのように国道とは思えない愛路、悪路を抱えた路線も残存している。山地が多いことや内陸部に人口が少ないことなどもあり、全般に四国の道路整備率は他の地方に比べ低い。四国に一桁国道は存在せず、最も若い数字を持つ路線は国道11号である。 二桁国道は11号と28号の他はすべて30番台と50番台、三桁国道はすべて190番台と300番台、400番台になっている。200番台の国道は一つも存在しない。V 字ルート賞は40年代の観光宣伝において、四国の主要観光地を効率よく回遊するルート提案として、松山市高知市高松市をつなぐルートが考えられ、 ちょうどアルファベットの V 字上であるため V 字ルートと呼ばれるようになった。九州から松山を経由して大阪へ就航していた関西汽船。同社は四国が関わる多くの航路の運営に関わった。徳島と東京、北九州航路に就航しているオーシャン東急フェリー、ゲイヨ航路に就航している高速船、スーパージェット律令時代には南海道の一角であり、 船で移動する地方であった。近代以降も同様の状態が続いたが、本州四国連絡協の強用により、定期旅客航路は激減した。四国最多の旅客数である松山空港本市加橋ができるまでは、本州との大量輸送手段は船舶しかなく、また四国うちの JR は、単線区間が多く運行本数に限界があることや、新幹線へは、 岡山駅での乗り換えを強いられることもあり、従来から航空需要は高く、4県の県庁所在地近郊には、中型機以上の航空機が離着陸できる空港が整備されている。国内線では安定的に強い需要がある。東京便は全空港から就航しているほか、特に周辺都市から地理的に遠距離である松山や高知では、山陽新幹線や高速バスを利用すると、 所要時間が大幅に伸びることから、三大都市圏や九州といった近距離便にも路線を持っている。一方国際線では、高知と徳島からの定期便はないが、高松からソウル、上海、台湾、松山から上海、ソウルといったアジア便が就航している。なお、高松空港と徳島飛行場の直線距離は、 約5 5トル徳島飛行場と関西国際空港は約6 5トル高松空港と岡山空港は約6 2トルと近接している。愛媛県西南部、高知県西南部は東京式アクセントだが、それ以外は四国の広域において、京阪式アクセントや樽井式アクセントが用いられ、香川県を中心に愛媛東部、徳島西部では、 さぬき式アクセントが用いられている。全体的に、関西方言との共通点が多く、瀬戸内に面した地域では、5位、5方面で、中国方言との共通点も多い。一方、愛媛県南予地方高知県西部の伊南地域は、関西色も薄く、四国の中でも独特な方言を有する。阿波踊りよさこい祭り、新居浜太鼓祭り、西条祭り、琴平礼大祭などは、 神事が主体の祭り、阿波踊り、よさこい祭りなどは踊りが主体の祭りである。四国三大祭りが有名であるが踊りが主体の四国四大祭も知られている。伊予かすりさぬきうどん各県には固有の名産品や郷土料理が多数存在する。県域をまたぐ名産品はうどん、和三本などがある。また全国で販売している食品としては ポカリスエット、ポンジュースなどが代表的である。各県の名産品、郷土料理等は各県の郷を参照。栗林公園道後温泉本館四国を代表する観光地の栗林公園と日本三湖島の道後温泉はミシュランガイドで三つ星に選定されている。神社、仏閣では江戸時代以前より 全国からの参拝者を集めること平宮や四国八十八カ所霊場があり、地元住民によりお変路産をもてなす、お接待文化が根付いている。特に四国八十八カ所霊場と遍路堂は近年世界遺産登録を目指す活動が行われている。城では現存十二天守のうち、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城の四つが四国にあり、 この他にも日本三大水城の今治城、高松城などがある。鉄道では、四万十川沿いを走る、淀線三兄弟や、予算線の伊予など物語、伊予鉄道の、ボッチャン列車などの観光列車が運行されている。この他自然が豊かな四国には、イーア・ケなど継承地も多く存在する。下記記載のうち、運営、所属選手ともプロフェッショナルのチームは、サッカーの J リーグ、 バスケットボールの B リーグ、野球の四国アイランドリーグプラスに所属する各チーム。四国出身の著名人は以下のリストを参照。ありがとうございます。